大好きなこの方にバトンを、いってみよう。皆さん、こんにちは、相沢慎也です。いかがお過ごしでしょうか。今回のこの新型コロナウイルス拡散防止のために、皆さんも自粛であったりステイホームであったり、不自由な暮らしを強いられていることと思います。我々音楽業界も3月からコンサート、イベント、ライブと自粛しております。ステイホームしております。この新型コロナウイルス、これからも第2波、第3波がやってくるかもしれないと言われておりますので、気を抜かずに手洗いうがい、ご自身の命、大切なご家族を命を守るためにも頑張っていきましょう。そしてこのコロナウイルスに感染するかもしれないリスクを背負いながら頑張ってらっしゃる医療従事者の方、そして我々の生活を守る物流の皆様にも感謝いたしましょう。さあ、それでは以前歌手協会で歌ったこの曲を聴いてください。ミスター DJ、 ミスター DJ、 伝えてよ、海辺の光に紛れて、肌を寄せ合って歌った。あの頃うぶ毛の眩しさ、今でも目に焼き付いて離れない。僕の心をかき乱し、苦しくさせて消えた人、この僕蘇らせてほしいのさ。心の中に住み着いて、死ぬほど辛くさせる人、ミスター DJ、ありがとうございました。続いてはこの方の登場です。皆様こんにちは、平山美希です。私はですね、京都で自粛をずっとしてました。まあ
お散歩もしましたけれども、まだまだね自粛は続いてますので、これをちょっと続けていきたいなと思ってます。で、私は去年50周年を迎えました。で、今年ちょっと頑張ろうと思ってたんですけども、こういうコロナのことでちょっと伸びてますのでね。で、これが平山美希昭和歌謡歌うです。ソニーミュージックで出てますので、もしよろしければ通販もしてますのでよろしくお願いします。それでは私の歌はですね、歌手協会の、歌謡祭の時の真夏の出来事を聞いてください。彼の車に乗って真夏の夜を走り続けた。彼の車に乗って最果ての街、私は着いた。悲しい出来事が起こらないように祈りの気持ちを込めて見つめ合おう。二人を朝の冷たい海は鏡のように映していた。朝の冷たい海は恋の終わりを知っていた。起こらないように祈りの気持ちを込めて見つめ合おう。二人を朝の冷たい海は鏡のように映していた。朝の冷たい海は恋の終わりを知っていた。I love you so much, darling. Barrio.それでは次はこの方にバトンをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。皆様いかがお過ごしですか。高尾です。緊急事態宣言が解除されて街の様子も少しずつ戻りつつありますね。でもコロナウイルスが根絶されたわけではありませんから、はい、まだまだ緊張は緩めることはできないと思います。一人一人の自覚が大切ですよね。はい、話は変わるんですが、パリ在住の娘のマリコはですね、はい、あの厳しいロックダウンを経験しまして、少しはたくましくなったようです。日本とフランス、家族が離れ離れですけれども、また家族3人でコンサートができる日を、そして皆さんと笑顔でお会いできる日が来ることを心から願っております。はい、それでは日本歌手協会のステージから、懐かしい3人のダカーポの映像をお送りします。はい、どうぞ。どうぞ。雨上がりの朝、届いた短い手紙、ポストのそばには赤いコスモス揺れていた。結婚
それでは次の方にバトンを渡します。よろしくお願いします。